流れた。ああ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。はい、お疲れ様でした。今ピッチングちょっとですね、僕なりに知ってることをお伝えしましたが、いかがでしたか。僕先発だとなかなか体起きてなかったりとか、足腰使えないっていうところがあったので、ケンケン、だとかっていうのは、足の先に体操にもなるのかなと、下半身使えるようになるのかなっていうのがあるので、ちょっと実践してみようかなと思っております。やっぱ日頃から投げてて、結構状態投げっていうのはいろんな人から言われているので、今日いろいろと教わったので、明日も一応試合は一応あるんで、はい、ちょっと試合前とかのアップとかちょっと意識しながらやってみようかなと思います。あと、カーブ今まで投げられなかったんで、そうっすね、ちょっとずつ練習して実践で使えるようにやっていければいいかなと思ってます。いいですね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今回はこちらのお二人にピッチングについて指導していきます。球速アップやコントロールアップ、そしてピッチングフォームなど様々なことをレクチャーしていきました。指導前指導後と結構変化があるので、そちらを見てください。どうぞ。いいじゃん。怖っ、これ。いいね、行くやつでしょ、行くやつ。そう、投げながら、投げつつ、こう相手のを見つつ、ちょっとこう、一息つける時間。おお。他のやつじゃあ、ためを意識して、ため。ためちょっと意識して。あ、いい、いいよ。あ、いい、いいよ。あ、今のいいよ。今、砂が真っ直ぐだった。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、ほら。いいじゃん。でしょ。やばい。なんかあれだね、手投げ感があるから、もっとこうグッと足上げたら、そこから投げるときに、体重の時に少しもグッと、そうやばい、ひどい。あのね、状態がね、起きてる。こうやった瞬間にこのまま。まだ起きてんな。え、岡村くん見てて分かる？だよね。いい時はずっと、確かに。でしょ？ほら、ちょっと起きてんな。お、いいね。いや、もっと行くな。勢いつけて、バックホームみたいな感じで投げてみて、ちょっと下がってもいいし、前でもいいけど、右もすぐ、はいよ。あべ、じゃあこうで、こう体を全身使わなきゃ投げれないじゃん。それをなんかイメージしてもらって、そうそれも全部上半身しか使ってないから、球があまり来ない。でも近くてもあんま取れるよ、俺。全然いける。そう今のをピッチングで体を全身使うっていうイメージを使えればもっといく。お、いいじゃん。お、今早かった。ちょっと力入れる。いや、初めから力入れろや。いいね。
いいね。やばい。その力を抜いてこの真ん中に投げる意識みたいな、この力をこう入れるタイミングをちょっと自分で体で覚えるためにちょっと何球か軽くリラックスして、まずはこの辺に来るように軽く投げてみよう。いいじゃん。結構ね、軽くやりながらこうやって感覚を覚えて、でこれでこの状況、このリリースのタイミングで強くいくといい球いくんじゃない。よくない？グローブの手の一点も意識。いいじゃん。ツーシームほどね、もう前で離す意識を。ギリギリまで。ギリギリのところで。ギリギリのところで。おいじゃん。今のでまっすぐぐらい腕が触れれば OK。ここで離すイメージ。どこ行った。あった。これプラスこちら。これはい、リセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平TVの、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。